187番送電の問題です。ここに発電所があります。この発電所は電力、送電する電力が P W の能力がある発電所です。これは電流×電圧、I A の電流 V V で送電をします。この送電線が途中に抵抗がありますね。電線ですが長いですから抵抗があります。で、これが例えば学校や家に送られていくわけです。このような回路になっています。1番、電圧を10倍にしました。送電所の電圧を10倍にしました。出力変わっていません。発電所の能力変わりませんから、電圧を10倍にすると電流は10分の1倍になります。 P が変わりませんから電流は10分の1倍です。2番、送電電圧を10倍にすると送電線で熱として失われる電力、ここでは熱が発生します。ジュール熱ですね。 IVT が発生します。この IVT ですが、この I は、送電線から発電所から送られてくる I ですね。で、ここには電圧が分かりませんから V は、IR、 オームの法則で置き換えるとこのようになります。送電電圧を10倍にすると電流が10分の1になりますから、この I2 乗が100分の1になるわけですね。電圧を10倍にして送ると電流が100分の1、電流の2乗が100分の1になって発生するジュール熱が100分の1になるわけです。だから、発電所から送電するときは電圧を10倍、100倍、1000倍と大きくして電流を減らして送ると、途中の電線で発熱するロスが減るわけです。ここ100分の1倍になります。